こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、前回 WBC ですね、3着に終わってしまいました。また今回からやり直しです。今回は秋競馬チャレンジしてみたいと思います。果たしてどのレースがいいのか。2000m はちょっと短かったかな。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。ん？タッチできない。プレゼントが届いています。いいですね。人参です。調子回復、嬉しそうですね。今9月を3週ですね。私は逃げ馬が好きですね。勝てる馬はなかなかいませんけど、気合十分ですね。さあ、馬体体重、馬体回復ですね。ラス、いい感じですね。はるかちゃんはお裁縫が得意なので、気をつけてくださいねってなんだろう。いい感じですね。プラス4キロ成長速度ですね。嬉しそうですね。来週ですね。とりあえずこれは距離が短い、1200しかないから、距離は結構このゲームシビアなので、凱旋門賞行かせましょう。次がジャパンカップかな。クエストを達成しました。510キロ、元気いっぱいです。疲労回復、いい感じですね。凱旋門賞、ん、おすすめは空き店なんですね。なんでだろう。2000は短い、何かご用でしょうか、長いと思ったんだけど。クエストを達成しました。ガチャって、そうか、デイリーガチャがあった。シルボート、3回引けるんですね。おっと、何が出る。メジロブライト出ました。金のひひん丸像、お、金のひひん丸像が来た。いいですね。デラックスガチャいいですよね。今週はレースがあります。さあ、ひひん丸像を得て、ラッキー話来た。ご用でしょうか。クエストを達成しました。クエスト達成。
びたびですね。聞いてくださいよ。はるかちゃんとお買い物に行くと不安になる。ご存知ですか？さあ、レース行ってみましょう。何かご用でしょうか？状態はいいということで凱旋門賞にチャレンジです。海外のお守りっていいですね。得意コースの一つが海外になる。一番人気です。 1.6 倍。一番人気ですが、ちょっとオッズが一応グリグリですね。2番人気が 12.9 倍、エルランド。丸がついてるのが、おっと、3番人気にはオペラハウスですね。カタナ・アラビアン。ローシアの地をかけており、ギャロップしております。さあ、レースを行っていきましょう。ロシア競馬場凱旋門賞です。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞、いよいよスタートです。ロンシャン競馬場名物の風車を背に12頭がスタートを切りました。先行するのは何か。先手を取ったのは12番ボブズリターン、そしてその後ろから3番アーミター、9番ユーダーフレンドリー、外を通りましてオペラハウス、内を通りましてウィームズバイト、オンリーロワイヤル、その外にホワイトマズル、7番エルナンド、ミシェルがそのうちにいます。そして1番人気のカタナアラビアン、なかなかいい感じ。そのうちに4番アーバンシー、8番イントラピディティ、これがしんがりであります。もう一度前から整理してみましょうか。12番ボブズリターンがかなりリード、ちょっと離されましてアーミター、それから9番ユーダーフレンドリー、そして4番手にオペラハウスであります。それから2番オンリーロワイヤル、そして外からは6番ウィームズバイト、その後ろでありましょうか、ホワイトマズル、7番エルナンド、その内からは1番ミシル、外から1頭5番カタナアラビアン、そして内からはアーバンシー、それから離されまして8番イントラピディティ。流れるようにレースが展開されています。12番ボブズリターンがレースを引っ張るようになりました。この辺りちょっと離れている3番アーミター、そしてその後ろからユーダーフレンドリー、10番オペラハウス、オンリーロワイヤル、それからもう1頭ウィームズバイト、ホワイトマズルがその後ろ。さあ、その間は大舞台で力を見せつけることができるのか。先頭ボブズリターン、足が止まった。さあ、このまま逃げ切ってしまうのか。内が飛んだ、岡部と浅野アラビアン、3番手にオペラハウス、オペラハウス懸命に追う。先頭ロビンとボブズリターン、外からはオペラハウス、かわしたかわした、オペラハウス1馬身リード。1番外から5番浅野アラビアン、外から浅野アラビアン、1着浅野アラビアン、凱旋門賞の1ページにその名を刻みました。獲得賞金は1万枚突破。1万枚突破ですね。凱旋門賞を制しました、カタナアラビアン。来ました。1着1500枚、2着、当番3着、3番、以上のように確定しました。次回はジャパンカップですね。
長い足を、いい長い足を使ってくれました。6周後ですね。気合十分ですね。498キロ。チーズが6キロか。まあチーズでいいんじゃないでしょうか。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。あ、ここ放牧しましょう。何かご用でしょうか。そしてきっちり2週か3週ぐらい休みますか。クエストを達成しました。農園で収穫できます。あ、農園で収穫できますって言ってますね。収穫しましょう。農園で収穫できます。ないような、何かご用でしょうか。はい、ということで見事凱旋門賞を制することができました。まあクラシックはやっぱり強いですよね。というわけで次はジャパンカップ、できれば有馬記念まで出たいなと思っております。まあ有馬記念出走ならなければWBC 出たいと思いますので、応援よろしくお願いします。もしこの動画を気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。凱旋門賞の勝利をお伝えしまして、この動画を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。